いやでもね、俺この前の放送見てて、みどりさんの放送見てたのね、ああ、やっぱ暗黒放送って安泰だなと思ったのが、本当にね、ああ、これ勝てないなと思ったシーンがあって、なんかガチアンチに突させるっていう放送をしてたのね。で、40歳ぐらいの奴らがいっぱいかけてきて、真面目に暗黒放送について語ってたのみんな。ちょっとさ、ちょっと待って、最近俺ちょっと暗黒放送から離れてたから、正常にちょっと戻りかけて、俺も引き戻されたんだけど、なんであなたたちは、いや、お前さ、暗黒ルールがさ、あるじゃん、お前、慣れ合ってんじゃん、お前はみたいな、39歳のやつが言ってて。あ、これ安泰だなと思って。いや、暗黒ルールがあって、お前はさ、そういうふうに言ってるわけだろうねみたいなこと言ってて。ちょっとそれ、よく考えてさ、めちゃくちゃ異常じゃん。で、俺も、ちょっと、ここ1、2ヶ月、みどりさんが、みんな放送見てなかったから、普通に見てたら楽しんでたんだけど、一瞬正常に戻るじゃん。え、それで、そいつらがおかしいって言ってるわけじゃなくて、そこまで熱心に見てくれる人がいるってすごいことじゃん。もうさ、劇団の一員じゃん。ねえ。うわ、なんか俺の知らねえこといっぺん知ってるわ、みたいな。新潟、おめえよ言ったよな、新潟の時も言ったよな、みたいなこと言ってて。知らねえよと思いながら聞いてて。てめえ、あれ新潟ってなんだよと思いながら。お前より新潟の時も嘘つきましたよね。みどりさんは、ねえ、なあ、暗黒ルールは嘘をつかないっていうルールがありますよね。出会わない、こじけをしない、お金を稼がないとか言ってますよねみたいなこと言ってて。すげえなと思って。こんなに、熱くなってくれる人がいたんだって、いるんだって。お前、暗黒ルール全部言えんの興味ねえよ。笑っちゃいけないっていうのはわかる。笑っちゃいけない、こじきをしない、なんだっけな、出会わない、なんだっけ、笑っちゃいけない、こじきをしない、出会わない、慣れ合わない、あと何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 、嘘をつかない、バカなんじゃねえの。バカなんじゃねえの。だってさ、もう極論言っちゃうさ、なんで守んなきゃいけないのっていう風になるじゃん。いやいや、ニコロマだから別に守んなくていいんだよっていう風に思っちゃうじゃん。だってもう本人、皆さんも思ってると思うぜ。いやいやいや、お前、俺もう40だぜ。暗黒ルールだって守れねえよって思うじゃん。子供二人いるんだよ。バカなんじゃないんだ。思ってるにもかかわらず、あれ言え、優しいから言わないんだよ。そうだな。俺はな、もう二度と守るから、暗黒ルールつって。あいつは法律守れねえのに暗黒ルール守ってんで、バカでしょ。俺も暗黒ルール守っていくから。なんで暗黒ルールって。バカなんじゃねえの、おめえら目覚ませよ、ほんとに。おみどりさんが言わねえ代わりに俺が言ってやる。おめえらバカなんじゃねえの、ほんとに暗黒ルール守れっつって。頭おかしいだろ。何がてめえ暗黒ルールだよ。で、守んなきゃいけねえんだ、暗黒ルール。ちょ、面白くない。暗黒ルール守れよってなんだよ。おい、俺洗脳されてたよ、俺も。おい。俺も洗脳されさ、ネジが抜けたまして。暗黒ルールってなんだよ。じゃあみんなね、当たり前のように言ってんのね。生放送見るとさ、ね、野田総理とかもさ、いやいや、緑さん暗黒ルールを、こういう風にみんなに押し付けて、みたいな。知らねえ、おめえが守んなきゃいいだろと思っちゃうじゃん。みんな言うじゃん、暗黒ルールがあって。だから面白い設定なんだよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ面白い設定なんだよね、多分ね。面白くない？で、苦しんでるのもまあ面白いじゃん。暗黒ルールゲシュタルト崩壊してくるでしょ。俺は昨日の放送見ててさ、いやーなんだこれなんだこれって思っちゃって。また、最近ちょっと暗黒放送ハマってるわ。いや、センスあるよね、やっぱね。暗黒ルール作ったって。暗黒ルール。タイトルがダサすぎるだろ。死ねえよ、ほんとに。久保田学。うちのルールは謝ったら許すっていう、うんこくルールってのがあって、謝ったらどんなことをしても許すっていう。俺だからみんなが何しても謝ったら絶対許してるから。お前意見ゴロゴロがあるからって、みんなそうだ、人間、おめえが生配信してねえから、な、自分で気づいてるだけでおめえの意見もゴロゴロ変わってんだよ。人間誰しもそうなんだよ。気づけ。俺たちの意見は変わっていくんだよ。孫正義ってやつが変わるんだぞ。
うんこくルールは一個だけだよ。謝ったら、許す。謝ったらな。許す。あ、いいね。じゃあ、うんこくルール今から発表するわ。遅刻しない。謝った。遅刻しない。出会わない。慣れ合わない。あ、なんだっけ。笑顔を絶やさないな、じゃあ。うちは。それにしよう。うちは四大憲法。で、もし、破ったとしたら、破ったとしたら、謝るね。謝ったらしかも絶対許さなきゃいけない。うんこくルール今から。なるほど、俺が。ニコ生を塗り替えていくから。じゃあ。笑顔を絶やさない。めっちゃかっこいいじゃん。俺の方がもう一番になる器だろう。引きずり下ろそうぜ、あのクソマスク。で、いいね。笑顔を絶やさないとか、最高じゃん。最高じゃん。最高じゃない？なんだかんだ言ってやっぱ楽しいのが一番じゃん。お前の家、今誰がいるのか、正直に答えると今ゴロリがいる。犬に餌あげてきたっていうのも嘘。でもごめんねって今から謝るから許される。これがうんこくルールだから。ごめんなさい。嘘つきました。今ゴロちゃんに優しい言葉を。